ちゃ久しぶりのポジションだったんですよ、今日。今日、安藤さんのポジションで。そう、で、LINE がね、お客さんが満タンになったから、LINE が変わって、それが、そう、ドキドキでした。合ってる、合ってる。16歳ラスト。え、あ、そうかも。22日になる。今日17ですよ。18、19日。あ、そうかも。ほい、16歳ラスト配信かも。16歳です。そう、懐かしいポジション。そう、でも懐かしいって言ってもライン変わったからもう新ポジみたいな気分でした。ピンク枯れたいの。そう、でもピンクも好き。でカレンタピンクって感じですけど、私は薄めのピンクぐらい。今まで外装じゃないよ。生で出たらいつか見てない。ぜひ来てください。おめでとう。早そう、ありがとう。ゲットで、そう、あの05組で TikTok してるんですけど、みんな、もうケイトちゃんも誕生日になって、もうみんな17歳になったはずなので、ラスト16歳です。今16歳一人なの。早く17歳になります。遊びに来てありがとう。次の子は16歳の岡本玲奈ですって。え、いいそう。16歳になった時も今まで15って片手できたのに、こうなったから16で、もう変な感じでした。あのセブンティーン、そうですよ。え、あ、そ、あ、そう、あのセブンティーンです。まあ最近見てて、その鼻か、鼻のセブンティーって鼻じゃなくて、その蚊みたいに、そっちの鼻か。なるほど。なんか今日習字を書くことがあったんですけど、そうで、鼻セブンティーやから鼻って書いたんですけど、間違えてお花の花って書いちゃった。逆に15歳に戻ろう。戻れますか、見えますか、15歳に。セーター T シャツ出るのは誕生日来てから。ねえ、どうやろう。デザインは出したからね、そうそう、できてるかなとは思うんやけど、どうかな。あ、こんばんは、こんばんは。お花の花、お花の花じゃなくて、あのお花の花。そう、フラワーのお花。そう、ガウタンお隣になる不思議な。そうですよ、もうセブンティーンになって、もう高3になります。あ、こんばんは、こんばんは。9位、とちゃんさん、ありがとうございます。8位、ボタンさん、ありがとうございます。お腹が空きました、動いたから。今日は脳も使ったので、ペコペコ。4歳になってバブでいて、どうでしょう。どうかな。そう、でも今日凪沙さんに、レナさんずっとあの幼い子供のイメージって言われました。そんな感じするかな。あ、大丈夫です。ありがとうございます。さん、ありがとうございます。そう、ゆきのちゃんにもあの昼公演でなんかよくハグをするって言ってたんですよ、ゆきのちゃんが。そうで、確かにしてくれるんですけど、今日はされてないと思って、私あるって言った。そう、その後終わってハグしたんですね、ゆきのちゃんと。そしたらなんか可愛いって言われて、何歳が言ってるんやって。12時、回ったらハリちゃん最後まで頑張るね。そう、ずっとバブちゃんぜひご覧ください。そんなイメージだもん。確かに今日はツインテールとかしてるしね、特にかも。カーティーン。今日は今も隣にゆきのちゃんがいます。食べました、無言で。あ、かわいい。もう買ったな、びっくりした。え、毎回自分で出してるんですか。そう、ロッカーに置いてんねん、これ、そう。なんかこれのレナのスマホ重たいんか、ガクンガクン。そう、ゆきのちゃんです。
週でこんなの2、3回あってさ。楽しかった？はい、楽しかったです。よかった。何の曲が好き？ダンシングハイが一番好きです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。そうなんですよ。そう、でもめっちゃ似合う。ダンシングハイ上手だから、もうユミさんを意識してやります。うん、すごい。なんか このあるやん、はい、あれとかもギュッ。しんどくなったりする？なんか体力疲れてきたな、やばいピークみたいな。でも最初の方はめっちゃありました。でも最近は好きでもしかしんどくなくなってきて、おめっちゃ体力ついたんで。すごい。そうなんです。あれ脳震盪とかなりそうじゃない？好きな虫今まで結構ピークやって、はい、ってなって、あの1曲追加されて、こうあの頭の中が脳震盪になるかもと思いながら、確かに思いながら、はいはい、ね、そう、すごい若さですね。ということで私は寝てます。あ、そうや、時間や。そっかそっか、お疲れ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、お疲れ。お疲れ様です。そっか、9時まで。懐かしい、忘れてた。過去の自分は9時までやったの。逆転あるしな。あ、そう、逆転やりたいな。お姉さんに見えた、本当、うん、嬉しい。お姉さん、なんかタカタンとかと同じチームでこうメイク室とかでも一緒になることあるんですけど、なんかタカタンと同い年に見えへんって言われるんですよ。そう、なんかタカタンが年上に見えるみたいなので、ここではちゃんとお姉ちゃんに見えてよかった。ヒロタも10時まで。そう、でもちょっと飲みたいから。お姉さんに見える。ゆきのちゃん、そう、めっちゃ大人っぽいですよね。はじめまして、ディアさん、ありがとうございます。みんなはフェイクさんを引きずって、そう、子供あの、そう、早く入ってきたからメイクさんも子供っぽく見えるみたいで。あったかい、にゃくり。ゼロ号組なら坂田が一番大人に見える。本当ですか？でも確かに大人っぽい、ギャルみたいな、そう、しっかりした大人って感じする。かわいい。1年前は21。そうなんです。24時間ではね、何するんですかね。今日24時間についていろいろ話したんですよ、したいことみたいな。そう、レナお泊まり会したんですけど、結構採用されたので嬉しかったです。ギャルメイクして、一回してみたいんですよ、なんかちゃんと。そう、一回してみたい。どんな感じなんか。なんか乾燥してきた。何するかな、これ。なんか8時までの時がなんか、そうなんですよね、ちっちゃかったから。8時が長くわーやっと9時まで伸びたって言ったのが、いつの間にか10時になりますか、なりました。あ、マジで、はい、いや、ジェル公園の髪型可愛すぎて、嬉しい。このままね、楽にできるようにね、1年で？こう巻きつけて、こうピョーンみたいな、こうピョーンみたいな、はい、シアタの2019年度シアタの女神の野田玲子です。すごっ。でもさかたん、ねえ、ギャルなのか、ギャルっぽいけど、ギャルとも誰だろう。ゲルメイク似合いそう。運動嬉しい、してみたい。言ってくれました。ぜひよろしくお願いします。ミカンドさんしてくれないかな。すごいいっぱいギャルに詳しそうやから。ありがとうございます。
まだ9時か。なんかいつも本当、あ、そっか、今日30分早かったんですね。だからか。しかったギャルはだけと真面目な中身ギャップ。え、そうね、しっかりしてますよね、真面目で。噛みつくダメ、そうですよ。そう、でもめっちゃコロネ、あのお昼してたんですけど、三上さんに褒められました。可愛いって、嬉しかった。うらやましい、この量があって。私はもうちょい欲しい。私はもうちょい欲しいけど、なんか褒められるから嬉しい。子供寝る時間本当ですか。じゃあ15分経ったらおねんねしますね。まだ寝ないけど、うん、15分経ったら教えてくださいね。ギャルユニット、そう、三上さん言ってたんです、話してたの、してみたい。かわいい。かわいい。何してるか、ありがとう。ゆき、ありがとうございます。ひろしさん、ありがとうございます。ゆくひさおさん、ありがとうございます。ウィーバロックさん、ありがとうございます。リースカーレットさん、あやぴょんが髪細くてレナタンに似てる。あやぴょんが毛細くてレナタンに似てるって言ってた。誰が？あやぴょんが。ちょっと、ちょっと寝声力。あ、あやぴょんの髪の毛と私の髪の毛が似てるってこと。今日 DMM2 回見なきゃだめ。そうですよ、皆さん。12時から2回だから3時ぐらいになるんじゃないですか。お疲れ様です。やっほーマリオ。そうですよ、皆さんもね、ぜひ今日声見てくださった方も見てない方もぜひ今日の12時からチェックしてください。お願いします。未来ちゃん、あ、違いますよ、レイコさんです。そう、急遽出てくださって無事終えたので喜んでます多分。面白い。寒いからお風呂で、え、ぜひぜひのぼせないでくださいね。でもそう、前たまにでも携帯見ながらお風呂入るんですけど、そうゲームしながら入ることもあって、そうファッション系なんですよ私。だからコーデを組み合わせてこう、なんかこうでファッションショーみたいなのあって、それをクリアしてどんどん服を貯めていくんですけど、そう、それがハットがあと何個あるからもう一回頑張ろう、もう一回頑張ろうってしてたらのぼせて、もう頭クラクラになりました。そうなんです。からぜひ見てください。モバメンのしてたやつ、そう、キラパラみたいな名前、あ、言っていいんかい。そう、お、受験です、ありがとうございます。レンタロウさん、ありがとうございます。そう、前出し急遽だ、そうなんですよ、レイコさんが急遽出てくださって、そう、それで急遽の関係で組み合わせて、私も急遽、あの目が乾燥、急遽三河さんポジだったんですよ。もともとあのさんのとこだったんですけど、そう、そうなん、明日寒いの？やばい、死んじゃう。ただでさえもう今日はもうダウンを着てきて、あのムートン入ってきたんですよ今年。いた、1回目の見えんかった。そう、ムートン入ってきて、もう足もモコモコで上もあったかいの。次何着たらいいの？もうヒートテックも着ちゃった。あ、ヒートテックの極暖着て、マフラー巻いて、手袋をしてしたらいけるか。もう寒がりやから耐えれない。犬のお散歩、え、散歩も、もう最近ベリーがもう寒いよって触れるようになっちゃって、そう、冬は寒いんですね。お、15分経過しました。そう、じゃあそろそろランキング見ます。お、時間ありがとうございます。13位しもさん、ありがとうございます。12位山ちゃん、ありがとうございます。11位ひとやさん、ありがとうございます。10位みめさん、ありがとうございます。9位ちゃめさん、ありがとうございます。8位まさくん、ありがとうございます。7位 FFF さん、ありがとうございます。6位のおてさん、ありがとうございます。5位まちさん、ありがとうございます。4位めりめさん、ありがとうございます。
さん、柳さんありがとうございます。24008さんありがとうございます。そして今回の1位はタラランとおじゃぱタイムさんです。ありがとうございます。バチバチバチ、ありがとうございます。よし、お、皆さんもパチパチありがとうございます。声もありがとうございました。さっきも言ったんですけど、ぜひ DMM で今日の夜も見て夜更かししてください。でも明日朝早い方は朝起きてまたお昼休みとか次の日とか見てください。16歳のルナさん大好きだって、ありがとう。そう、16歳ラストかもなので17歳もお願いします。ありがとうございました。では終わりたいと思います。またね。3、2、1、バイバーイ。